飲まれへんから何その水の量全部俺んとこに持ってくるから名人のとか全部持ってこんでいいからこんな飲めるか後で楽屋おいでさあということでございまして今回はですね株式会社セガゲームスから PR 担当のこの方にお越しいただきましたよ。ではどうぞ。はい、チームソニックレーシング PR 担当の神戸沢子です。よろしくお願いいたします。爽やかでしょ。もう小野さんの代わりにずっと来てほしい。もうこんなもうあの、ね、家庭教師の先生みたいな感じの ね人に来てほしい。本当ですよ。ええわ。さあ、ちゃん先生だだって。ほら、やっぱりそんなイメージあるよね。ほら、美人だ美人だ言って。ずっと来てくれませんか。そうなんだ。チェンジ。チェンジ。チェンジって言い方やめろ。サワイート。サワイート。サワイート。さあ、ということでございます。来週5月21日火曜日に発売されます、チームソニックレーシングについて、亀井さんに、ね、教えていただきたいと思います。さあ今回これどういうゲームになってるわけでございますか。はい、チームソニックレーシングはソニックシリーズ単独では初のレーシングゲームとなっております。はい、シリーズではおなじみのソニックやナックルズ、テイルスやシャドウといったキャラクターたちが3人1組となって、はい、活躍いたします。こちらで勝敗を争っていただきます。これチーム戦なんですね。はい、そうです。チームレーシングだから一人が優勝しても意味ないですね。そうなんです。3人で1位を目指してください。はい、でオフラインはもちろんオンラインで最大12人で協力対戦プレイというのが可能となっております。はい、ぜひ世界中のプレイヤーと熱いチームバトルを繰り広げてください。はい、すごいね、疾走感ありましたね本当に。はい、はい、でチームソニックレーシングということでチーム、勝利の仮がチームワークとなっております。はい、3人チームで戦うのでレース中に仲間同士で協力してあのスピードアップを狙っていったりとか、アイテムを交換し合ったりとか助け合っていくことが非常に重要です。はい、なので、まあ、これをチームでできるアクションというのをまとめている動画がありますので、こちら、はい、VTR お願いいたします。チームアクション、はい、いくつかチームアクションございます。順番にご説明します。まずタッチダッシュ。何？スピンしたチームメイトにタッチしてブースト状態でレースに復帰させる。こんな感じでこう障害物とかにぶつかってしまうと減速するんですけど、チームメイトが触れることでその場で加速することができます。はい、次はラインブースト。前を走行するチームメイトの黄色いラインに乗って加速。チームの中で一番先頭を走っているあのチームメイトの後ろに黄色い線が出てるんですけど、その線に一定時間以上乗っていると加速することができます。スリップストリームみたいなことね。はい、そうです。ライバルテイクダウン、順位が一つ上のチームをスピンさせるとアルティメットゲージがチャージできます。まあ、今みたいにこう1個じゃあランクが上のところに、アイテム当てたりするとゲージを貯めることができます。なるほど。でこれアイテムボックス転送ですね。すごい分かりやすいんですけど、チームメイト同士でアイテムを交換することができます。差し支え1個しか手に入らないんですけど、送ることで3個になります。なるべくたくさんアイテムを送っていくことが大事です。でアルティメットブースト、さっきのゲージが溜まるやつですね、もういわゆる無敵の状態ってやつです。はい、こんな感じでもう一発逆転を狙うことができます。ちなみにこれチームメイト全員でやるとさらに時間が伸びます。せーのっていうのもいるんですね。そうです、大事です。あー、なるほど、はい、すごいたくさんあります。わかるかな。あ、ちゃんとゲージが溜まったよって合図出るので大丈夫です。やり込めばやり込むほどみたいなところもあるんですね。はい、ということでじゃあ早速ちょっと、ゲーム画面を見ていきたいと思うんですが、プレイを山本ちゃんにしてもらいましょう。はい、お願いします。さあどうなんのか、どういう何を選んでどうするのか、はい、ローカルプレイっていうところから、はい、でそのとエキシビジョンレースですね。エキシビジョンレース、はい、どれでいくの山本ちゃん。でノーマル、チームレースですね。で最初なので一番ベーシックなウィスプサーキットでいきましょう。それです。はい、これ読みいっちゃってるけどいいのかな。あら、一回ちょっと戻っていただいて大丈夫ですか。そっか、 4P になったもんね。なるほど。みんな抜けろ。ごめんなさい、ごめんなさい、このコントローラー押してください。はい、大丈夫です。これでもう一回お願いします。はいはい、これで大丈夫です。一人用でコンピューターと戦うとね。そうです。でもチームもコンピューターですね。コンピューター。そうです、2人がコンピューターになる。今はそうです、山本さんだけで戦っていただきます。
テイルスド、はい、テイルスでしたよ。テイルステクニックタイプですね。テクニックタイプ、はい、使いやすいですね。なんか障害物とかなんだろう、通りにくい道でも、うん、減速することなく通ることができるので、ハンドリングちょっと自信ないなって人とかはぜひ。私ですね、可愛さだけで選んだな、さくら。可愛いですよね。これチームメイトはすぐ分かる。あ、ちゃんと画面に出てきます。今のチームはナックルスと、あとソニックですね。チームソニックのメンバーです。でげーですね、今みたいに芝生って普通は減速しちゃうんですけど、テイルスだったらちゃんとしたスピードが。そうか、ものによってもう全然タイプがバラバラなんですね。そうなんです、そうなんです。3タイプ、スピード、テクニック、パワーと分かれてます。あ、これはいいね、はい、でちなみにタイプ3つあるんですけど、キャラクターごとにタイプの中でもちょっとずつ性能が違ったりするので、本当にお気に入りのキャラを見つけるので。パワーはどういった特徴があるの。はい、パワーは障害物にぶつかっても減速せずにそのまま進むことができます。でもちょっと遅い。なんか飛んできた。遅いっていうか、まあでも体当たりとかは強いので、やっぱりパワータイプ。なるほど。はい。どう、そうですね。長所を生かしてやっていくのがいいかな。今だからトップチームにいるってことですね。あ、そうですそうです。お、いや、いい、いい争いしてますね。ピミーのチームと。山本ちゃんが4位のメンバーが。今3位。えらい10位のやつ。すごいですね。いやでも今すごい団子状態なので、まだまだ全然いけます。まあまあ、うわ、すごいすごいすごい。疾走感。なんだこれ。速さが。そうなんです。ソニック、おお、何してんの、ももちゃん。シンプルなコースだからこそ、ちょっと結構なんだろうね、すぐに順位が入れ替わるので、アイテムの使いどころとか大事ですね。いや、あのダッシュパネルみたいなのは乗った方がいいってことですよね。そうですね。で、あとなるべくラインブーストも黄色い線ですよね。はい、今ソニックが一番、そうですね、順位高いので。山本ちゃんはソニックのラインに乗れば。そうですそうです。右来ちゃった。いや、まあまあ、あ、そうか。あ、おったおったおった。あ、今自分が一番早いですね。1番だ、1番。みんなに、みんなに乗ってもらいましょう。あ、アイテムも出ました。ソニック後ろに入れる。いいですね、ライバルテイクダウン出ました。1個順位が上のチームに当てたので、アルティメットリュウが。そうなんだよ。ちょっと、ヤオちゃんが、ヤオちゃんの口が悪かった。私の、あの目の前にアイテム取られるとね、ちょっと、アルティメットブースト溜まりました。アルティメットブースト、アルティメットブースのゲージはどこにあるんですか。あの車の後ろにちょっと分かりづらいんですけど、こう、ま、半円状みたいなゲージが、車の自体の後ろにある。そうです、三角が出るんですよね。そうです、三角を押すと出ます。あ、でも今ので一気に1位3位4位ですよ。すごい、いいですね。山本ちゃんについてきてるんちゃうか。いいですいいです。ちゃんと山本さんが引っ張ってくださってるので。みんなちょっと山本ちゃんうまいやん。私の前についてた。いい、ね、他のチームがアルティメットブースト使ってますね。グレイズのチームが使ってます。ああ、これあのリングはいっぱいありますけど、リングは取ったらなんか、はい、ということで加速するので、なるべく取っていった方がいいです。加速するんですか。ヨンちゃんリング取って取ってたんだけどさ。ああ、いいですね、爆弾が受けられます。リングリングリング。あ、もうあと直線です。ああ、どうかな。はい、4位5位6位。あ、でもどうだ、チームではトップだったけれど、どうなんだ。そうです、最後まで。あー、すごい、チームベクターが1位3位は破格の強さですね、これは、いやー、えらいこっちゃで、何の差や、これで。最後に一応チームごとの結果がリザルトで出てきます。こんなに、これはえぐいですね。すごいですね。1、2、3取られたからえぐいってことですよね。そうですね、そうですそうです、でも 2位でした。そうです、でもすごいです。最後のアルティメットブーストもすごい上手でした。はい。いや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 、よかった。なるほどね、チーム戦だね。いや、チームがついてる意味が今分かったわ。そうですね、うんうん、なんかああいう風に最後評価されると、うん、いうこと。山本ちゃんいかがでしたか、やってみて。いや、すごい操作も簡単で、 まだね、ドリフトとかはやれなかったんですけど、うん、すごいアイテムもいっぱい使いどころとかは、ちょっとやれることが増えてくるとね、かなり楽しいではないでしょうか。で、うん、アイテムを送り合うと3つ、自分3つになるんで、うんうん、すごい、あのソニックが送ってくれたアイテムありがたかったで、ね、で、多分もっと他のキャラ使ったらもっと自分に合った、あったものですね、キャラもあるかもしれんが、うん、でも一つ思ったのは、ソニックは走った方が早いんじゃないかって言う気はしちゃいました。さすが、
ものすげえあいつ速い時あるじゃない。さすが、僕があられちゃんが乗り物乗ってる時に思ったことと同じ、うん、でしょう、うん、あれですね。ソニックはだって半端ないからね、うん、音速ですからね。いやでもそうなんですけど、ソニック車に乗っちゃうと他の子がついてこれないんですよ。だからハンデとして降りたれてるんです。そうかそうかそうか、はい、だからあえてこのみんなと同じ土俵でソニックをやるという面白さ、うん、そうなんですよ。そしてチーム戦というのが他にはないと、うん、いうことがございますけれども、なんとですね、続いてはですね、うん、千代丸さんに、はいはい、これね、車をね、カスタマイズできるんですって。どん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 ほうほう開放して開放してカスタマイズね、はい、そうなんですよね、カメラね、これ、ね、はい、そうなんです、うん、レーシングマシーン、はい、レーシングマシーンはゲーム中にコインとかを獲得することができるんですけど、はいはい、そのコインでガチャを引くことができます。で絶対取らなくコインこれで100万ぐらい課金したらいいですか。いえいえ大丈夫です。レースをやればやるほど溜まってきます。そういうシステムじゃないです。そういうシステムじゃない、やめてください、その金持ちからすぐあのつむつむに200万課金したら、すいません、すいません、わかりますけど、これ車を選ぶ で、ね、で千代丸さんね、今回はねシルバーを選んでください。はい、これたくさんキャラいるんですけど、そうですそうです、でガチャで解放したパーツたちがでシルバー結構たくさん解放していただいてるんで、はい、こんな感じで 3つのパーツごとに分かれてます。おかっこええな。ちなみにこれは今パーツを変えてる状態ですね。そうです、こうするとだから下のパラメーターがだから変わっていくってことですよね。なのでテクニックタイプのテクニックのところをさらに伸ばしていくか、逆にパーツで他のところを補うかっていうのもすごい。だから千代丸さんこれあの変えてもらって一回レース出てもらえますからね。千代丸さん、はいはい、一回プレイしてもらえますからね。はいはいはい、しっかり、まあビジュアルも大事ですけども。そうですね、そうですね、ビジュアルでやっぱ選んじゃう。まあそうなりますよね。この後あの色も変えれるんですよね。変えられます。だから、まあ、すごい、すごいじゃん、キラキラ、めっちゃゴージャス、これがいいスピードだいぶ下がりましたよはい、マックススピード、なんか何年後かな、あのこういう車のショーみたいな。いやいやいや、もうこれはもうこれ、これやな、今のか、今のカッチョやね。もうホイールのところですね。あ、今2択の状態ですが、未来があるねシルバー自体これはもうでもやっぱこっちでしょう。お、いいですね、ルックスで、いいですね、うん、そしたら一回バツで戻ってもいただくと、バツでいいんですね。あ、大丈夫です、先行保存で、はい、で、もう未来その一回戻っていただいて、はいはい、カラーリングを次に変更していただきます。そうです、それで次右側です、そこです、そこです。で、もう一回シルバー選んでいただいて、はいはい、こちらあと上のパレット、今シルバーのカラーなんですけど、パレットごと変えることができます。上を押すと、上を、そうです、上を、そのまま変えるんだけど、あ、そうですそうです、こんな感じ、こんな感じで元のカラーを変えることができます。あらららららら ら, ら、これは悩むな、はい、これでやっぱキャラごとに今なってるやつですね。お、全然いい、あ、なるほどね、なんかちょっと国旗感あるからすごいね、ちょっとあ、フランス、フランスカラーどうしようかな、あれは昔の西ドイツみたいな、うん、何国でちょっととりあえず、あ、このドイツ、これ、え、これ、あ、なんかかっこいいな、これな、あれどうなって、これどう、あと使われてないね、下に行ったらいいですか。あ、そうですそうです。うおちなみにこれあのもう一回丸ボタンを押すことで、あのパーツの素材を変えることができます。素材、こんな感じでちょっと選んでみてください。おお、そうなんですよ、本当だメタル渋、いやもうどこまでも来ろうと思ったらどこまでも来ることができます。しかもシルバーってあのグローって今書いてあった光るパーツとかもあるので、これが良くないですか。黄色と黒ってねめちゃめちゃ相性がいいんですよ、かっこいいの、かっこいい、かっこいいこれこうちょっとね、あの青いラインがこうダメダメって、いいでしょ、さすがセンスいいね、これでいいですよ、僕はこんな時代こんにゃろないっすかな、車買うときな、な、好きなだけカスタマイズ、いいで、これできますか、それさ、できました、はい、じゃあちょっとレース行きましょう、はい、戻ります、戻っていただいて大丈夫です、はい、もう一回戻ります、戻ります、で、ローカル、そうです、で、ローカルプレイ、はい、山本さんと同じ、はい、はい、はい、コース別のとこ、そうですね、別のとこせっかくなのでもう一回押していただけないですよ、ね、で、チームレースで、チームレース、今度はアイスマウンテンっていう、そのもう一個、そこです、そこです、アイスマウンテン、もう一個、あ、行き過ぎ、今、左側、これです、
いや、そこです。そこです。そこです。わざとやってるやん。アイスマウンテン。はい、アイスマウンテン。ここにしましょう。すごく。なんかツルツル滑りそうじゃないですか。あ、滑りたくないですか。滑りたい。いいですね。弱すぎるやろ。神戸さんに弱すぎるやろ。いや、うん。わかるけど。なんかすごい。そう言われたらね。うん、接しやす。接しやす。あ、嬉しいですね。絡みやすいやね。はい、で今カスタマイズしていただいたシルバーの車が待ち受けておりますので、はい、やなちゃん滑りたいってコメントいらんやろ。俺は基本滑りたないわ。芸人はスキーとスケート禁止や。これ長谷さんも完璧ですか、あの操作は。はい、操作完璧ですか、大丈夫ですか。操作ですか。あの神戸さんに聞きたことないですか。今もう操作表を下見てますから、うん、なるほど、はい。うん、とりあえず右側の R2 を押してれば大丈夫です。大丈夫ですね。はい、で丸を押してください。左側のね、 L 系がブレーキですもんね。そうですそうです。ドリフトしたい時とかに使ってた。はいはい、簡単ですよ。お、よし行きましょう。うん、ボンボン増えてる。あと威嚇威嚇。今回はチームベクターの、あ、さっき1位やったチームってことね。そうですね。ここだからね、ここをこうね、なるべく乗っかって。そうですそうです。長い間ね、できる限り。あー、ちょちょちょ、あー、入りました、入りました。いいですね。何ですかこれは。四角いブロック。お、推理繰り込みではないですね。何を試したの。何を試したの。いい、ね、試したんじゃない、やなちゃん。意外と滑るんです。そうだ。ああ。ああ、やめ。ギリギリセーフ。はい。まあね、このキャラクターもテクニックタイプのキャラクターなんで、もうあんまり気にせず、いろんなとこ滑っていただければ大丈夫です。さあ、こっから追い上げれるか。いや、だって僕らの×で、バツでアイテム使います。あ、そうです、×で。今、ブーストがかかるアイテム持ってるんで、×で。ブースト、そうです、そうです。おっとっと、危ない。あ、ごめんごめん。あの、ね、なんでそれ取りに行くの。どうしてもなんか特別な何かに見えちゃうんだね。違う違う違う、これが特別なんです。そうだね。ブーストで突っ込んでいくの面白いですね。いいですね。じゃあ、あの人あれ取りに行ってんのよ。あ、それいいですね。はい、ライバルテイクダウン出ました。当たった。いけー、シルバー。今僕ないですか。9位です。左上に出てるやつですね。あ、今ちょうど悪い、あの悪いところでもちゃんとそのまま。いやでも接戦でしょこれは。いい感じのチームとしては。ない、前に5台。チームとしては4位ですね。ダメです。今1個上がりました。ありがとうございます。アイテムなるべく送ってあげるとか、丸ボタンで送れます。あ、それが1位だった。お、いいですね。アイテムボックス提供していただきました。多分みんな喜んでます。ちゃんとやってますよ。あ、1位になりましたよ。はい、すごい。ちゃんとやってますよ。いいですよ。あ、1位1位1位。ちゃんとやってますよ。よいしょ。いいよいいよ。キューブだよ。1位2位。苦しめられたキューブを置いてやったぜ。いいですね。ブレイズ、あとはブレイズに頑張ってもらえれば。そいつ10位だ。あーっと、何か当てられたぞ。大丈夫です。あいつはもう絶対許さねえぞ。ワニはチームメイト。ワニはチームメイト。いいですね。ラインブーストすごい上手ですね。あ、アルティメットブースト溜まったので三角で。もう一回石置いてやったぞ。三角で。オッケー。やーい。すごい無敵。お、シャチ。1、2、3位ですよ。すごい。ワンチュースリー。懐かしい。いいよ。はい、ボックスでまたを。いいよいいよ。やり返しましょう、ボックス。ワンチュースリー。いいです。いいとこ置いてど真ん中置いてやったから。もういいですね。あれは絶対ぶつかりますよ。あ、いけ、ジャパン。はい、ファイナルラップ。ファイナルラップ。あ、あ、なんだあいつ。使いやがったな。さあ、向こうも持っとるからね。ちなみに最後の週だけ BGM が変わるので、ちょっとノリノリな感じの BGM になりました。なるほどなるほど。消えてるぞ。ちょうど消えてるやつ使ってましたね。そう、今の。いやでもいいですよ、まだ1位、2位、4位、好調ですよ。いいよいいよ。あと半周ちょいぐらいです。まあいないからね、今使っても。今後ろに僕、いやそうですね、後ろに投げましたよね。ましたよ。いや素晴らしいですね。さあ頑張って。いやもうこれはもう誰もついてこれないので。1、3、4いいんじゃないですか。ここでここでやつ。あー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 ああ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 いいですよ、チームメイトも1、2、4なんで。あ、1、2、3。お、来た。ワン、ツー、スリー。すごい。
マジすべきた。いいですよいいですよ、カーンキープでいきましょう。なんだあいつ、なんだあいつ、キューブ投げてたい。いやでもいいですよいいですよ、よし行けちゃうか。おー行け行け行け、うりゃー、すごい、1、2、さあどうなのか、どうだ、間に入ってくるのか。お、す、う、いけたんちゃうか、うん、どうだ、いけたやろこれ、どうだ、まったく足引っ張りやがって、だって3、4やからでもなんかルージュがいたおかげで勝てたんじゃない。いけたやろいけたやろ、普通に考えたら、イエーイ、すごいナイスプレイ、ナイス、あ素晴らしいですね、やりましたね、まあね、素晴らしい、まあね、うん、アルティメットブーストの使いどころがすごいお上手でしたね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。一瞬あのね横からシャドウが来てちょっとヒヤッとした、はい、あれもブロックです、やりましたね完璧に。ブロックで本当は四角いブロックを目の前に置きたかったんですけど、はい、ちょっとずれちゃいました。でそれでちゃんとあそこのねコンテナのとこでもちゃんとぶつけてましたね、はい、素晴らしかったですね、はい、いやーよかった。千葉さんどうですかプレイしてみて。いやもうねすごい爽快感ですね、うん、何より。であとはもうこっから奥を どれだけこういろんなテクニックを知っていくかで多分奥深さがあるんだろうなっていう感じはしました。あすごい素晴らしい、ありがたいコメントありがとうございます。あともうこだわったカスタマイズですよね。そうですね、どれだけいけるかという、うん、あれオンラインでも見ることができるの で、 いいで、ね、自分の渾身の作品を見せることができます、うんうん、そうね、だから初めて見た人とあお前そうかみたいな、あそういう感じだ、ありながら自分らしさで、ねちゃんと追求できたら、ね、いいですね、同じキャラでも、はい、そうですね、ことでございまして、さあ、はい、最後はですね、なんとゲッチャレギュラーチーム対選ばれしで対戦したいと思います。さあということで選ばれしちょっと練習したの。はいちょっとしました。よっしゃ頑張ってやってちょっとしましたください。さあ解説はねね、カメさんお願いしますね。はい、任せてください。はい、頑張ってください。じゃあコースはどこにしますか。いやいいことですね。景色が綺麗なのでスカイロードという。頑張っていただきましょう。うん、はい。ヤナちゃん席移動して。はい、どかされんの俺。邪魔邪魔。ちょっと俺の MC の席。くそー。ごめんなさい。いつもこうだよ。俺にもやらしてくれよ。ごめんなさい。お借りします。いいじゃないか。ギリギリでできたからさ。お借りします。上がりまーす。神戸さんと選ばれした相手いいでしょうが。なんだよ。いいでしょう。やらしてない。神戸さん、アモちゃんとかやっただろ。俺にもやらしてくれよ。いいやらして。かわいそう。柳のマイクを振ってください。かわいそう。全員のマイクに入る音量で喋ってやる。すごい。じゃあゲーム画面お願いします、はい、コースはどこにしますか。はい、景色が綺麗なスカイロードというところにしましょう。あそこです、そこです。 2個目のとこですね。ちょっとみんな選んだの自分のキャラ。今から選ぶよ。どれすんの。あじゃあ浜口は紫のブレイズで。誰が浜口です。何個が紫、はい、紫です。ほんでスピードタイプ私。はい、ちょっと黄色っぽいの、黄色っぽいのででもチームか。はい。じゃあいいか。あ、俺のカスタムカーと被っても。黄色と紫？このチャオにします。チャオ。チャオ。はい。もう一度して。テクニック三人です。すごい。うんうんうん、はい、チーム分けをこれでできるようにやってます。私たちですね。じゃあ B が選ばれしで。はい。なるほど。いいですね。行きますよ。あこれにさらにあうそうです入ってくるのね。ライバルたちが入ってきます。じゃあ神戸さんあの、はい、解説お願いしますね。はい、私引っ張んなよ。言ってくださいね。パスしろよ。丸ボタンだぞ。そうですね、接着的にアイテムを受け渡していきましょう。ったらもうすぐまず丸ボタン押しとけばいい。神戸さんあの、はいはい、選ばれしよりでアドバイスをお願いします。後ろにアイテム投げたいみたいな時は、はいはい、そういう後ろを押せば大丈夫です。はい、そうですそうです。ありがとうございます。あー、そっかそっかそっか。画面向かうんですか。左が私たちですね。左の上下がレギュラー。はい、スタートです。選ばれし、頑張って。シャーイスタート。いいですね。皆さん画面忙しいです。なんだこれは。はい、飛んでいます。びっくりびっくり。あ、すごい、山本さんめっちゃぐるぐる回られてますね。
これ回ることで、3段階までブーストをかけることができます。アイテム誰も受け取ってくんない。アイテム受け取るときもまるで受け取れるので、上の方に出てくる吹き出しを入れてください。あ、そうですそうですそうです、よいしょ。さあ、朝倉がもう端っこばっかり走っております。まあ、いつ真ん中の方にね穴があるかもわからない。お、アイテムボックスをリクエストして。緑の床みたいな何ですか。おっと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 、バツボタンで使えます。バツボタン使ってみましょう。すごい、なんか使った、なんだなんだ、何もあれや、ステルスになってるので。シャヘー、このねスピードアップのねパネルは絶対乗るから全部すごい、それはすごいですね。これ結構コース取りが難しいので、前のチームメイトについていくの大変だと思うんですけど、でもいいですね。はい、山本、あーかー、チェイ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 、落ちてもうた。今全体的に 5位が一番上の上ですね。シルバーの5位、あ、シクラさんですね。うわチームでは、わってなチーム皆さん3位と4位ですね今。うれしい。お前今壁走ってたぞ。何今の、なんか壁走ってたぞ。やっぱ壁を走ってると気づくとなくなってることもある。あー、ちゃおが変われ、あーやばい、選ばれし変われコインを取ってしまった。そうでも皆さんテクニックタイプ使ってる方はその緑のとこ行っても減速しないで進めるので、もう気にせずに皆さん一番行きやすいとこ行きましょう。はい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 。でも逆にブレイズはスピードが速いので、ブーストした時にラジアルブーストっていうのがあって、周りにいる車を弾き飛ばすことができます。よいしょ。音符がすごいことになってる。そう、音符で視界邪魔されるので、これに負けじと言ってください。アイテム送ったよ。オッケー、アルティメットブースト、やばいぞ。三角で、三角でいいですね。あ、ブレイズ、ブレイズも、ブレイズも三角を、ブレイズも三角を、あ、いいです、いいです、ダブルで、これで順位が、ダブルアルティメット、うわ、なんかやられた、やられた、やられた、なんかやられた。あ、でもシルバー今2位、シクラソン上手いですね、すごい、はい、僕うまいんですよ。あ、でもいい、まだ行きますよ、まだ行きますよ、まだ行きますよ。もうすごいみんな近くにいる。そう、これ落ちそうになったら右側のレバーを倒すことでくるくるくるって戻っていけるので、ちょっといいです、いいです、でもいいですよ。さあシルバーが3位、やばいやばい、私が足に引っ張ってる。チームがそうです、今3位、やばい、うん、大丈夫、シルバー1位、最終的に僕は1位になりますから。でもまだあと1周以上やりますからね、まだ分かんないですよ。いいですね。あー失敗した、失敗した、前になりました。選ばれしのかもちんな。あー何してんねん、変われ、もう俺となるべく真ん中の方、このこういうところは真ん中を取っていった方がいいですね。ただあーあーなんかこれにさえあーここ毎回やられる。はい、いいですね。あー、あーそう、真ん中もこうさりげなく穴があったりする。あー、2回目、2回目、やばいやばい、いやいやいや、いや、まだ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 逆転できますよ、全然。いけます、いけます。お、ファイナルラップ、やばい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 。あ、チーム1位になりましたね。うそー、あ、デッドヒートしてる。シクラさんのチーム、いや、レギュラーチームが今デッドヒートしてますね。おお、あ、いいです、いいです、頑張れ、選ばれしい、デッドヒートしたい。俺のキューブにみんなかかっちまえ。アイテムがない。いいですよ、いいですよ。もうすぐシクラさんたちのもうブーストがたまりますね。ブロック、ブロック、選ばれ、怖い怖い怖い、どこ、穴ブロックに夢中でアイテム逃した。あーなんか光の野郎がビクからアイテムを、からアイテムを、アイテムあげるよって言われて、あオッケー、ここで山本さんも三角で、三角で、え、そうですそうですそうです、バッチリです、いいですね。なるべくもう落ちないようにコンソリとけば、いいですね。動いてない、もう同じ場所では落ちないよ。面白いのに、当たった。あー違う場所で落ちた。同じとこで落ちてないんで OK です。あ、お、おい、いい、いいですよ。やべ、一気に3位まで落ちたよ。やばい、またブーストかけられるのか。いやあ、でもあとラストスパート、落ちまくってる、落ちまくってる、やばい、落ち
落ちるだ一緒に叫んでしまった。やべえ、落ちるだ。さあ、わからんぞ、わからんぞ。まだ1、何か落ちるぞ、これ。そこ攻めろ。やだ、変わり、変わってくる。ヤナバレシにもやらせろよ。いや、いいですよ、いいです。いや、シルバーすごいですね。そして、お1シルバー1、山本さんもいけ、私すっごい後ろにいるんですよ。はい、リーダーレギュラーチーム、シクラさんが1位と11位と12位なんですね。ちょっと山本ちゃんシクラさんが1位、やばいぞ。ちょっと面白いですね、これはこれ。さあ、どうなってんのか。そうですね、さあ選ばれし2人が間に挟まれた状態。逆にどっちが勝つかと言われると、これはさあ志倉さん1位なんですけどね。さあどうなのか、1位の効果が高いのか、さあそれともそっからの、はい、だけど1位は勝ちでかいよ。1位は1位がすごい。はい、一応レギュラーが3位で、3位と4位です。なんと3位と4位です。まあ、1位と11位と12位だとどうしてもポイント数が、いや、レベルが高いです、ね、高かったね。いや、でも楽しい。これ山さん、本番10秒前に僕にやり方教えてくれてましたけど。はい、教えてましたよ。何なんですか。まあ、まあよ。ちょっとじゃあ、カメさんにちょっと総評いかがでしたか。そうですね、すごい千葉さん、チクラさんすごい上手だったんですけど、もうちょっと積極的にね、アイテムの受け渡しとかでね、チームプレイ的なところですね。どうしても自分大好きなんですよね。でもしかもらえなかったアイテム。うん、でも落下しやすいコースなので、でも皆さんすごい楽しくやっていただけたので、今のコースもう一回やりたいね。あの落下するポイントがもう分かったからね。すごい、皆さん、いいですよ、皆さん楽しそうにやっていただけて本当に嬉しいです。私は見てて楽しかったです。はい、まあ、選ばれしはどうでした、やってみて。いや、すごい簡単な操作で、でも、チームをね、意識して、ね、もうちょっと協力プレイが。いや、お前らもうちょっと道を意識しろよ。そうですね、お前ら復活してから外に飛んでとったやん。なんか前の黄色のレーンをちゃんと走ってたら落ちないのかなって思ったので、はいはいはい、でも前の人が落ちたらそのまま落ちちゃうからね。そうなんですよね、あんまりね、信用しすぎるとってところもあるんですけど、はい、はい、ということでこの勝負、まあ3位と4位でしたけども、この勝負レギュラーチームの勝ち。まあちょっと勝ちつてもなんかあんまり、いや、まあでも1位です。まあまあ、やはり強い、まあね、本番でチーム戦ですから。まあね、お前が言うな。そういうことになりますね。いやー、なるほど、ということでございましてね、素晴らしかったでございます。はい、さあ、ということでございまして、ここからはですね、お知らせでございますね。はい、はい、じゃあちょっとお知らせの方、はい、お願いしていいですか。はい、ではスライドを用意しておりますので、スライドお願いします。はい、はい、では改めてチームソニックレーシングプラットフォームがスイッチと、PS4 あとスチームの3つで、5月21日火曜日に発売となります。はい、はい、で、その次お願いします。はい、早速なんですけど、オリジナルのサウンドトラックを発売いたします。はい、なんと CD 3枚組全130曲、はい、マキシマムオーバードライブ、こちらが5月の29日水曜日発売です。ダウンロード配信もしておりますので、ぜひこちらもご利用ください。はい、はい、次お願いします。はい、あとライブもあります。はい、あの本作セノウェというものがサウンドマンに担当しているんですけれども、そのセノウェが参加した、ライブとなっております。こちらが6月22日渋谷のストリームホールで開催なので、よかったらこっちもチェックしてみてください。小城さんと糸健さんも、あ、そうなんです、スペシャルゲストで、はい、はい、おー、豪華な、これは豪華ですね。はい、うん、こちらもチェックしてください。はい、ということでございます。はい、さあ、そしてね、あの冒頭でもお伝えいたしましたが、カメさん、ちょっと嬉しいお知らせもございますね。はい、我々にとって、はい、何でございますか。はい、なんと今日は視聴者の皆様にプレゼントをご用意しております。おー、久々。なんだ。はい、こちらチームソニックレーシングのパラソルを3名様にご用意しております。パラソル、実は東京ゲームショーで使用していた本当に限定のものでして、何これ、それを3名の方に。おーおーおー、
あ、かわいい。もうやっとる、やっとる、やっとる。レースクイーン的な。そうです、キラッキラですね。最近はぐんと活動減ったレースクイーン。これはもうこれから梅雨時迎える時にね。そうなんですよ、もうぜひこれでアピっていってください。大きいね。大きいです、めちゃくちゃ大きいです。台風来ても余裕だと思います。いいね、この2人レースクイーンが何だったのか知らんねん。いいね。はい、恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい。ねえ。さあ、ということでね。なんこの微妙な顔、何ゴルフとかね、あんなあれぐらいのサイズのね、傘あると助かるから、うん、いいですね。はい、3名様にプレゼントいたしますのでね、はい、ハッシュタグチームソニックレーシングで、ね、電池ゲッチャーをつけてですね、今日の紹介を見て、ね、うん、感想をですねツイートしてください。はい、はい、当選者の方にはですね、電池ゲッチャーの番組ツイッターアカウントからご連絡いたしますと いうことになっておりますので、よろしくお願いしますね。お願いします。はい、ということでございまして、じゃあちょっと、まあ、かぶつさん最後に、じゃあ視聴者の皆さんに一言お伝えしましょうか。はい、はい、チームソニックレーシングはなんと普通、今までの普通のレースって1人だけが勝って嬉しいってことがあったと思うんですけど、なんとチーム戦なので3人で1位を目指していく、うん、団結感と3人で1位取った時にやったっていう、そのワイワイ感をぜひ楽しんでいただければなと思っております。ぜひ来週の火曜日発売となりますので、皆様よろしくお願いします。はい、ということで今回はチームソニックレーシングについて教えていただきました。神さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。